はい、どうも、艦隊コレクションを途中から実況その8になります、ガラナです。初めての方はよろしくお願いします。はい、さて昨夜ですね、新しい沖ノ島海域に挑みはしたものの、引き返してしまうという状況があってですね、またあの後、少しだけ、寝る前に、ちょろちょろとレベリングして、はい、見てくださいね。サンゴって好きって、はい、嫌いです。ショウオさんをですね、なんとか改造できるレベルまで持ってきました。で、積んでいる艦載機ですね、これでですね、ゼロ式艦船52型、水星天山というところですね。ちなみにあの以前、いつだったかの動画で戦闘機を、多く積むと防機サイトの消耗が抑えられるというようなコメントをちょろっと見たんですけど、こんな感じで大丈夫ですかね。それともこの水星っていうのがいるところにも、戦闘機を乗せた方がいいんでしょうか。もしよろしければ一つアドバイスをいただけると非常に助かりますので、よろしくお願いします。はい、ステータスもまた耐久も少し上がりまして、走行もちょっと、以前に比べればやはり多少なりともね硬くなっているし、搭載できる戦闘機の数もね多くなっているという状況で、再度で挑んでいきたいと思います。これ朝一の収録ですね。まだちょっと口が回らない感じがあるんですけれど、お付き合いください。はい、あとちょっと行く前にですね、前回もまたその前もですね、要はそのカンムスが、触らないでくれと、要はその提督がセクハラ提督なんじゃねえかというですね、こう疑惑が出ているという状況をちょっと気づいてしまいましてですね。で、この子もまた言うんですよ。ちょっと聞いてみましょう。あ、これじゃないですね。これじゃない。あの。あれ、なかなか出ないんですよね。あの。ん？え？サンゴって好きって嫌いです。あ、これでもないですね。これもう一つあるんですよ。あまり触られると艦載機が発信できないです。前期発艦してからでいい？はい、行きました。これですね。これね、どうなんですか。これはあれですか、やっぱりこう艦隊コレクションの世界にもやはりこう大人の世界がある的な、ね、普通のあの駆逐艦のあのちょっとね若い子たちとは違ったこのなんていうんですかね、大人の女性のセリフっていうんですかね、ちょっと待ってよということですかね。でもなんかこんなね色っぽいセリフも見つけてしまいましてね、いやーこれ楽しんでます。もうこのセリフが出るたびにニヤニヤしてしまう感じですかね。はい、で、朝一からすいませんね、こんな話でね。で、もう一人ですね、いい子を見つけてしまいまして、それがですね、今まで何度か艦隊コレクションにログインするときに聞いてた声ではあったんですけれどね。出撃します。死にたい船はどこ？はい、何か気になることでも？竜田さんですね。竜田さんのセリフもちょっといくつか聞いてみましょう。お触りは禁止されていますね、こんなセリフ落ちても知らないですよ。ちょっと怖いですけどね。お触りは禁止されています。何か気になることでも？はい、なんというんですかね、このなんとも言えないですよね、この声と喋り方がちょっとツボにはまってしまいましてですね、なんとも言えないこのゾクゾクする感じがたまらないということで、竜田さん今鍛えてます。もうただそれだけで鍛えてます。何か気になることでも？はい、こんな感じですね。こうちょっとおっとりした喋り方ではあるんですけれど、こうなんとも言えないツヤのある感じがですね、非常にいいです。はい、またね、なんか気にお気に入りのボイスを見つけたらですね、ご紹介していきたいと思うんですけれどね、やはりこのシミュレーションゲームではあるんですけれど、やはりこのカムスたちをね、こうめでる要素もたくさんあるので、こういうお気に入りのカムスを見つけていくのも一つの楽しみ方ではないかと思うわけですね。艦隊出撃しますね。はい、と
ということで、ちょっと話がだいぶ逸れてしまって申し訳ないんですけれどね、まあいろんなボイスがあるということをちょっと、一つご紹介したかったんですね。あのはい、ではですね、まあ、早速再出撃ということで、沖ノ島に行ってみたいと思います。今回の編成は前回と全く同じですね。多少レベルが、上がっている程度の違いしかないです。あとまた、なんとか全員キラキラにすることができたので、このキラキラを維持したままでですね、なんとか行ってみたいと思います。うまくクリアできた暁にはですね、サンゴって好きって嫌いです、翔子さんとの何か素敵な夜が待っているんじゃないかと、そんなことも思いながら行ってみたいと思います。さあ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 、沖ノ島海域いざ勇敢。艦載機は大丈夫かな。あ、うん、平気。はい、まずは第一戦目ですね。もうここは、単獣人ですかね、もうこれで押し切っちゃいます。これでうまいことを仕切れた後の敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。羅針盤がですね、まあ問題なわけですよ。羅針盤の機嫌が良くてですね、あまり突出すると危険だわ。右下に行ってくれるといいんですけどね。はい、これで制空権を抑えた。ああ落ちなかったか。左ゲーに敵艦ドクマ、あとはおお怖い。やるときはやるんだから。あの無能ダメでお願いします。甘い甘い。あれ、最上さん、なんか冴えないな。艦隊をお守りします。相手が強いのか、これもしかして。私だって航空母艦です。やります。よし、島風砲雷撃戦入ります。よし、雷撃に持ち込めればなんとか。これでこっちにダメージが入らなければいい。よし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 、これは追撃しません。相手の機関を落としているので判定勝利が出るはず。はい、なんとか勝利と。こんな私でもやればできるね、テイト君、本当にありがとう。はい、ありがとうということでね。いや、こちらこそありがとう。もう今後も頑張っていただきたいですね。お、かすみよ、ガンガン行くわよ、ついてらっしゃい。持ってますね。さて、問題はこれからですよね。羅針盤の機嫌がどっちに転ぶのか、お願いします。どうかどうか。いやー、マジかよ、遅い。こういうことがあるんですね。これはもう完全撤退でしょう。これは撤退しますよ。敵艦隊発見、攻撃隊確実に消耗するだけで、まあ、経験値はまあ入るんですけどね、多分ボスにはたどり着けないだろうなという。あまり突出すると危険だわ。戦艦が2隻従順に、これはなんという左ゲーに敵艦の悪魔、嫌な予感がしますね。アブクマ、ご期待に応えます。なんとか消波ぐらいで、消波ぐらいで返してください。私だって航空母艦です。やります。艦隊をお守りします。島風砲雷撃戦入ります。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時発進してください。なんとか押し切れそうだ。いけ、誰かクリティカルを。やるときはやるんだから。硬い戦艦、やめるな、クマ。行き風は沈みません。雷撃戦じゃないと落ちないか。私には誰も追いつけないよ。甘い甘い。これで落とす。よっしゃ。はい、ということで追撃せず、そして、進撃もせずに、ちょっと一度撤退して、時間もまだあるので再出撃を試みようと思います。これね、やったー、やりました。私嬉しい。これからも頑張りますね。はい、お願いしますね。本当に、お、新しい艦物が来るといいんですけど。古高型従順の2番艦、かこってんだ、よろしく。
ので進撃をせずに撤退します。作戦から起動した艦隊が入港しました。はい、もうちゃちゃっと補給して、ちゃちゃっと嬉しい、私を強化してくれるなんて。今あの高速修理剤がですね、あのイベントマップに変に挑んでしまってるためにですね、ものすごい勢いで消費してしまってですね、早くまたね回収しないと、もう20個になっちゃうのかな。あ、もうなってんのか。修理に入るよ。これがまずい。しかしどうして味方同士でぶつかるかな。だからもうちょっと入院しますね。すぐ治るから。13分、いやいや、そんな待てらんない待てらんない。雪風修理に入りますね。動画的に13分も待ってたらね、もう終わっちゃいます終わっちゃいます。はい、ということで誰も疲れてなきゃいいんですけど、2000したのでもしかしたら疲れてるんじゃないかな。おお、セーフ、よかった。やっぱキラキラ状態で始めると疲れにくいんですかね。なんかやっててそんな感じがしますね。ただちょっとね、今回キラキラが2人になってしまったので、あのじゃあちょっとね、出撃前に元気の出るセリフを聞きたいなと。あの言ってくれないかな。あダメか、言ってくれないかな。あ、来た。あまり触られると艦載機が発信できないです、うん、あ、本当に。全機発艦してからでいい。いいよ、もちろんいいよ。じゃあ先に出撃しちゃおうかね。はい、じゃあ行きますよ。さあリベンジです。沖ノ島海域、頼んだ。艦載機は大丈夫かな。あ、うん、平気とか言ってるとね、いきなり初戦でなんか手痛い傷を負いそうな予感もするんですけど、なんとか敵艦隊発見、なんとか攻撃隊発艦始めてください。まあ、あとはコメントでね、まあ、さすがに戦艦1隻ぐらいいた方がいいんじゃないかって言ってくれてる方もいてですね、まあやっぱりそうなのかな。やはりこの何て言うんですかね、まあダメージというか、まあ攻撃力がやはり低いと。まあ、正直クリティカルと、あと雷撃と野戦に頼った構成なので、まあ通常のターン、通常のターンで要は敵の駆逐艦なり呪術なりを完全に黙らせることがやはりちょっとできないケースが多いので、まあその辺をですね甘い甘いいただいてるのかなとは思うんですけれど。おお、よしよし。まあちょっとね、やはりまだちょっと戦艦を持つには資材のストックが足りないんですよね。なんか怖くて、一回なんかこう溜まっちゃうと、例えば、2000溜まりましたってなると、なんか2000を下回るの怖い、怖いっていうか不安になることってないですかね。俺だけですかね。なんかそんな心配性なところがあるので、ついついね、こう溜まれば溜まるほどなんか使いたくないというか、使うのをためらってしまうというか。これが航空巡洋艦の実力さ。ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。お、新しいカムスも来てくれますね。やっと会えた、カゲロウよ。カゲロウさんですね。カゲロウさん、これ3回目ぐらいかな。結構見てる気がしますね。さあ行きますよ。これでね、また上の方に行っちゃうようであれば、ちょっともう時間的にもアウトだよねっていうことなんですけど、頼む、これ自分で選ばせてくれれば本当にいいのに。まあまあ、それじゃね、ちょっとゲーム性がねっていうことなんでしょうけど。さあ行きますよ、頼んだ。よっしゃー、お待たせ。いい感じですよこれで。次のここを、まあ、これ逆にね、後ろにちゃうとまたそれはそれで困るんですけどね。まあ、とりあえずここをまず勝ち抜くことが最優先。まあ、前回、前々回ですかね。敵艦隊発見。まあ、この攻撃隊前の動画で、ね、発艦始めてください。もう2000度もここで詰まってしまった。まあ、ここでね、小波中波食らってしまっているので、まあ、なんとか。あまり突出すると危険だわ。敵に戦艦がいる。あれ、前回いたっけか。あれ、いなかった気が。なんかね、あの各ポイントで敵の構成って何種類かあるんでしょうね。今までもやってて思うんですけど、なめるな、まあ、そこでもこう当たり外れ的なものがあって、まあ、羅針盤プラス各、まあ、戦場での引きの良さっていうところも含めてですね、先へ進むためのいろんな要素がありますよね。私だって航空母艦です、やります。お、
第二次攻撃隊編成できる？いいんじゃないこれ。随時発進してください。いいんじゃないとか言ってるとね、ダメージ食らってます。頼む頼む頼む、やめてやめて。アブクマ、ご期待に応えます。左弦に敵艦の悪魔、艦隊をお守りします。よしよし、私には誰も追いつけないよ。おったよね。よっしゃー、これいいね。甘い甘い。よし、これはもう羅針盤の機嫌さえ良ければこれボスが拝めるかもしれないですね。まだ拝んでいないこの沖ノ島のボスを。やったー、やりました。私嬉しい。経験値も美味しいな。これからも頑張りますね。さあ、新しいカムスもなんか1回ごと出てますね。なんか調子がいいですよ、いろいろ。おっと、嘘でしょ、マジか。スピードなら誰にも負けません。早きこと、島風の任せです。これはありがたいですね。2枚目でがっかりするカードではないですからね、これ。いや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 、こう1枚目はね、全くその重要さを気づかずに何気に持ってたんで、これでなんかこのカードの重要さを知ってから引くと、なんかこう嬉しさもまた違いますね。ありがたい、ありがたい。さあ、この運がこっちにこうね、流れてきてる間に、さあ行きますよ、頼む。おい、マジかよ。あー、そう来る。なるほどね、こう攻略のための運を島風さんを引いたことで全て使い切った的なことですかね、これね。まあまあ、そういうことなんでしょうね。あ、敵艦隊発見、攻撃隊発艦始めてください。あまり突出すると危険だわ。4隻いるのか。1234ですね。軽空母に正規空母。うわあ、クマちゃんが。左舷に敵艦の悪魔。クマちゃんまだまだ元気。昇波ぐらいでは。やるときはやるんだから。まあ、うちのクマちゃんはくじけない。いけ。まあ、これがね、まあ、今回はラストトライということで、もういいです。私だって昇波、中波は困らない。航空母艦です。やります。敵を突破しよう。よし、機関落ちた。雪風は沈みません。島風、砲雷撃戦入ります。いやー、でもなんとかね、その戦艦なしでも、まあ、多少のあの希望の光が戦えない、見えているので、甘い甘い。またちょっとこの構成で頑張っていきたいと思います。おー、いいねいいねいいね。追撃はしません。もう中波が、中波いるけど機関だからいいのかな。いや、でもまあまあ追撃をせずにね、ここは無駄な弾台は使わずに資材温存ということで、はい、勝利しました。やったー、やりました。おお、レベルも上がった。嬉しい。こんな感じで、ね、これからも頑張りますね。少しずつみんなのレベルも上がっていくと、どん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 攻略のね、道も開けてくるのではないかと思います。あー、新しい娘は来なかった。あー、やっぱね、作戦から起動した艦隊が入港しました。使い果たした感がありますね。おっとね、こんな色っぽい姿になってしまって、まあ、見てる分にはいいんですけどね、直してあげないといけないですね、やはりこう程度として。嬉しい、私を強化してくれるなんて。さてさて、まあ結構時間かかりそうですね。面時間、まあいいか。このままだと敵のいい的ね。ごめんなさい、ちょっとから激風修理に入りますね。よいしょ。ゆとりの行動をするクマ。まあ、エンコードが間に合えば、ちゃちゃっと動画だけアップロードしてから、ああ、無理かな。よいしょ。修理に入るよ。しかし、どうして味方同士でぶつかるかな、たくまに。はい、ということでですね、第8回は、やはり、またね、先に進めずということで終わってしまいました。ですかね、少しずつ、やはりこの、まあ、それでも前回よりもね、一歩先へ進むことができたので、まあ、一歩先というか、一歩後ろに行っちゃいましたけどね、あれがもし一歩先だったら、また違ったかもしれないので、まあ、今後もね、くじけずに挑戦していきたいと思いますので、お付き合いいただければありがたいです。はい、それでは、では今回はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。行ってきます。